J1 の浦和レッズは28日、J2 の栃木 SC からの完全移籍で FW、本郷博史と GK、塩田仁志の2選手を獲得することが意したとして発表を行った。今シーズンの J リーグは、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料、試し実施中。現在22歳の明本は、国士舘大学から2022、栃木に入団して、プロデビュー。J2 で開幕した、からそのままレギュラーに定着し、40試合に、罰して、チーム最多タイの7得点を挙げていた、木 SC から加入することになりました明本郷博史、す。浦和レッズという偉大なクラブの一員に、れることができて、とても光栄に思います。先、方が築いてきた、浦和の誇りに恥じぬよう常、全力で戦いたいと思いますと明本は、浦和をしてコメントしている。39歳の塩田は、流通経済学から2004年に、FC 東京に入団。FC 東京で11年間を過ごし、の後、大宮アルディージャと栃木へ移籍して、レマで17年間のプロキャリアを過ごしてきた。2020に加入した栃木では、リーグ戦12試合に出場し、いた。伝統あるチームでプレーする機会をいただき、ありがとうございます。自分のできる子を、精一杯やり続け、勝利を目指して頑張り、いと思いますと、塩田はコメントしている。浦和、大分トリニータから MF、田中達也を完全移籍、獲得したことも28日に発表。一方で、MF、長澤和樹は、古谷グランパスへ完全移籍、FW、竹富康介は京都、んがかい C へ完全移籍、GK。福島春樹と DF、荻原拓也は京都、期限付き移籍することが発表されている。両。